あの、まあ、これ普通なんですよね、日本人だと。その、日本人って割と恐怖を感じやすい民族で、で、その、前にも言ったと思うんですけど、あの、アフリカの人たちって3割ぐらい恐怖という感覚がない人がいたりするんですよ。 で、まあ、アフリカで人類が生まれた後に、こう、逃げていった人たちがヨーロッパに行って、で、ヨーロッパで負けて逃げていった人たちが東ヨーロッパに行って、東ヨーロッパで負けて逃げていった人たちっていうのが中東に行って、で、中東で負けて逃げていった人たちっていうのが、こう、アジアに行って、インドに行って、東南アジアに行って、逃げ続けた結果、一番東の島国に来たのが日本人なんで、基本日本人ってビビりしかいないんですよ。 要はビビリ中のビビリが逃げ続けた結果に一番東でたどり着いてこれ以上逃げれなかったっていう島が日本なんですよ。 で、あの、もう一つ上の方のロシアからアラスカを渡って、あの、アメリカ大陸に行ったっていうタイプの人たちもいて、で、その人たちってネイティブ、あの、アメリカンって言われるインディアンって呼ばれる部族になったんですけど、で、あの人たちも割とあの、僕らと近い、あの、血統だったりするので、顔つきもアジアっぽい顔つきだったりするんですよね。まあ、とあれ、あの、今日はあの、日本人って DNA 的にビビリなんで、あの、ビビリであることは当たり前なので、そういうもんだよね、と思った方がいいと思います。 ま、ヘタレでもいいですよ。はい、で、南米系もあの顔つきに似てるんですよね。要はあのその逃げてった結果、そのアラスカまで通って、要は雪と氷しかないところまで逃げてってうわ。こんなところで死んじゃうよっつって。それでも逃げてったっていうぐらいビビりなんで。あの南米の方とかのようめっちゃビビりなんで超弱いんですよね。あの、スペイン人が南米に攻めなんですよね？ あの、ピサロっていう将軍が、その銃とあの馬に乗って、100人ぐらいでそのインカ帝国を攻めたんですけど、で、その当時のインカ帝国の人口が10万人とかいたんですよね。で、10万対100なんですけど、残念ながらインカ帝国負けたんですよね。要は、あの、たった100人のスペイン人に10万人のそのインカの帝国の人たちは勝てなかったんですよ。なぜならビビりだから。 要はそのまあ10人死んだとしても11人目が1人を刺し殺せば1,000対100で勝てるんですよ。 要は1,000人いても要は9人が死んでも1人がその兵隊1人させばいいわけだから10人で1人倒すだけでもたった1,000人で100人殺せるんですよ。でもインカ帝国10万人いたのにスペイン人に勝てなかったんですよ。っていうぐらい要はそのじゃあ俺やってやろうっていう前に出てって戦うってやつが本当いなかったんですよ。 っていうぐらい、あの、インカ帝国めっちゃビビりっていうのがあって、とはいえ、あの、彼らは僕らと同じような感じの DNA 持ってるので、うちらは基本負けると思うんですよね。はい。